さあ今日も撮っていいいきたいと思いますね、えー、今日のテーマはですね、実力差を実感することの大切さという、えー、お話をしていきたいと思います。これはですね、まあ、そろばん安全学習以外も、えー、共通すると思うんですけどね、えー、スポーツ系でもそうですし、他の習い事でもそうだと思うんですけど、えー、やっぱり上には上がいる。えー、それを感じて、えー、自分はまだまだなんだなと思って、 今の練習量じゃ足らないんだ、えー。もっともっと上がいるんだから、えー、そこに追いつくためには、えー、もっと努力しないと、もっと練習を積み重ねないと。という え、発想の流れになるわけですよね。じゃあ、実力者、実力差、なかなか今、逆行してますよね。えー、小学校なんかは逆に順位をつけない。えー、その差があまり見えづらく、見えづらくなってますよね。えー、運動会でも順位をつけないであるとか。で、まあ、非常にこの、競争をまださせない。小学校からはあまり競争を意識させない。これは賛否があると思うんですけども。 あの、別に学校で、あの、それはそれで非常にメリットも大きいものもあると思いますんで、それはそれでいいとして、えー、じゃあ、外部のこういうような習い事でですね、しっかりその競争心を、えー、植え付けてあげる。あのー、競争というものをですね、えー、経験させてあげるというのを、あのー、習い事、えー、民間のですね、えー、教室、 に入れるメリットの一つじゃないかなというふうに思うんですよね。当然、ゴリ先生、えー、子供たちの能力を伸ばすときに、伸ばすときに使っているのが、その大会と、えー、あとは検定試験だと、えー、よくお話しするんですけども、やはり大会、やっぱり大会で、えー、その競争する、えー、すごくやっぱり緊張もしますしね、えー、手が震えます。えー、計算、 たかが計算なんですけど、えー、手震えるんですよ。掛、えー、け算、足し算、終わり算、引き算、えー、やるんですけど、手震えるんですよ。でその 勉強ですよ。勉強で手震える、えー、経験ってそんなにないと思うんですよね。まあ入試とかですね。えー、それはまあ緊張はしますけど、さすがに、えー、短期勝負ではないですからね。いろんな英検とか数検も、えー、やっぱり緊張はあると思いますけどね。あの、なかなか手が震えるほどまでいかないと思うんですよね。で、なんでじゃあソロバーンズアンザン大会で手が震えるんだろうと思ったらですね。 すごく勝負が短いんですよ。ものすごく短期決戦なんですね。すごい短距離走なんですよ。例えば長距離走であればですね、えー、1万メートルとか1500メートルとかですね。まぁ、あ、1500メートル。子供たちにとっては長距離だと思うんですけど。で、 えー、まあ、スタートダッシュしなくても、後半で、えー、カバーしたりとか、中盤からちょっとペースを上げようとかっていう、ペース配分ができるんですよね。で、そろばん大会、ゴリ先生がいいなぁと思うところは、短期決戦なんですよね。えー、制限時間。まあ、いろんな大会によっても違うでしょうしね。違うでしょうけども、えー、3分とか5分とか10分とか、えー、1種目、それぐらいで競うわけですよね。 そりゃ手も震えますよ。もうスタートダッシュ命ですからね。スタートダッシュしたらそのままのスタートダッシュのスピードでゴールまで駆け抜けなきゃいけませんからね。で、それは緊張しますね。で、やはりその緊張感、その緊張感もうやっぱり大会っていいですしね。あとはその一番冒頭今回のテーマである その実力差をしっかり。で、その大会当日、賞が取れなかったときは、やっぱり凹むとは思います。凹むとは思います。けども、あの、ぜひちょっと参加させてほしいんです。あのー、で、まあ、トロフィー取れなかったと、メダル賞状取れなかったとなってもですね、じゃあ次回は取ってやろうと。えー、じゃあ自分、そのトロフィー取るために自分には何が必要なんだって、 本人がやっぱり、その、どうしても習い事って、えー、成長させるためには、やっぱり自分で気づくのが一番成長早いですからね。周りが、いくら、えー、お父さんお母さんが、えー、じゃあゲーム買ってあげるからとか、あのー、いろんな餌を、えー、与えてもですね、やはり自分が、自分の、こう、しっかり、えー、頭と心に刺さらないとですね、 なかなか、えー、伸びっていうのは、あのー、そこまで大きく伸びてこないのかなという気がしますんで、ね、まずはしっかり、あのお父様、お母様の感覚だと、やっぱり怖いと思うんですよね、大会出して、えー、例えば賞取らな取れなかった時に、心が折れるんじゃないか、えー、もうそばにやりたくないっていうんじゃないか、えー、これ、実際、ゴリ先生も心配してた。 ただですね、もう何回も、えー、何人も子供たちを大会に出し続けて、えー、意外にみんな、えー、ピンピンして <laughs> あの、ニコニコして帰ってくるんですよ、しっかりゴリ選手の場合はフォローしますけどねあの、当然大会連れてきながらやっぱり心が折れるのは当然。 心配ですからね、何かしらのプラスアルファの帰りちょっとご飯みんなで食べようかとか、帰りちょっとどっか寄って帰ってこようかというフォローのアトラクションを入れながらですね、やりますから、ぜひぜひ積極的に、本当に大会、計算でみんなと競うものってものすごくいいですからね、ぜひ一人でも多くの参加をお待ちしております。今回は最後ままでご覧いいただきしてありがとう 感謝ですそれではまたお会いしましょう。バイバイ。